今日はですね、恵比寿に来ております。はいはい。皆さんからいただいた、はい、ステッカーのね、うん、ステッカーイラストのアイディアをね、どれにするかっていう会議を含めた、はい、ミーティングをしに行きます。あんまミーティングって言い慣れてないでしょ。いや、まあ普段から MT って使ってるし。MTG な。いや、全然 MT で。 MTG な。全然 MT やっていきたいと思います。 MTG だよね、ミーティングなのよ、はい、それじゃあ MFC さんへ行こう、はい、行ってきます。はい、もう慣れたこのオフィス。お邪魔してます。お邪魔してます。お邪魔してます。ビビちゃん、おはようございます。ステッカーの募集をしたじゃないですか。はい、そうだね、はい、それが集まったんです。おー、はい、なんかちょろっと見させてもらって、はい、あの時ももう集まってたけど。いや、そうです、あの時で50件ぐらいだったかな、うん、あー、そうかそうか、プラスで前回会った時か。はいはい、そこからまた10件ぐらい増えました。おー、はい、66件。うわ、すごいね、うん、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。いいのあったっすか。いや、結構いいのあったよね。全部いい、決めれんかったじゃん、うん、めっちゃいい。あ、ほんと、書いていただいた方一人一人の思いがあるわけだから。いや、そうですね、それをもうパッ、こんな話だな。心苦しい。パンパンしてるとこだけカットするから。そのリアルみたいな。最後の2日間でドッときましたね、たくさん。ありがたいね、めっちゃ愛されてるな、嬉しいね。わらかのファン、こちらのおかげ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ後であの近藤さん来たら決めましょうか、はい、お願いします。お願いします。イエイ、お願いします。イエイ。わらかの、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。わらかのの初イベント、はい、そうか、初イベ、初ですよ。あー、嬉しいね。そうなんや、ここでやらせてくれんね。日にちは決まってる？いつが、うん、20、26、27、はい、だったら、はい、空いてます。8月の、でも、無理にやらんでも26、27、うん、で、もう、そう、まとめてもいいかもしれない。もう状況次第でいける。後半の方がいい。ちょっと待ってください。あの、手帳も8月21日誕生日なんですけど、あ、自分おめでとうって書いてある。いいじゃん、いいじゃん。なんでダメだ。いいよ、いいよね、いいよ、自分に思い出そう、自分に思い出そう、自分に思い出そう。今やっぱ初めてですね。だからめっちゃ多分ドタバタするやろうし、最初は原宿と中目黒があるんですよね。東京だよ。原宿がいいですね。原宿がいいよね。原宿がいい。じゃあ、どうしますね。26にしようか、そしたら。じゃあ、26押さえてきます。26で。原宿で。原宿で。僕はこれ、なんか嬉しい感じだったけど、負けてるんだよ。そうか。そうか。一日店長が店舗のゲームもやってもらわないと。朝一、鏡に磨くところから。そこからか。最低イベントじゃないから、店長だからね。入ったら、こんにちはじゃなくて、いらっしゃいませ。そうだ、こんにちはって言っちゃうわ。いらっしゃいませだ、一日店長イベントですから。8時までさせてください。ありがとうございます。お願いします。わらかの。で、あともう一個、はい、出してもらってた、その募集していただいたステッカー企画も、うん、ステッカーはここで、はい、ね、はい、一旦バッて見て、ね、どれがちょっと印象に残ったのかだけ、それだけこうポンポンってやって、消去法にして、ね、って感じで。OK、はい、1個目。まず1個目です。かわいい。かわいい。これ斉藤さんかな、うん、はいはいはい。マックじゃない。こんなパッツ。次行きましょう。はい。3秒後に寝る。マック。動画で出したりじゃないかな。一部を撮ってくれて。一部を撮ってくれて。俺は見てるよっていうあれやね。もうちょい顔かけて。いやね。お、うまい。うわ。これめっちゃいいね。すごい。これわかるわ。マック。なえー、これイメージあります？あれある、メガネね、メガネして、この髪の毛が確かにこの髪の毛マックしてる、うまい、すごい。お、これすごい、写真で撮ってる。何これ、マックかけるわら
えてひらがなとね、カタカナ両方、かわいいこれ。多分すごい上手い人で、これ以上やったら本気になるか、確かに。これ以上は多分正確に。ほんまに欲しいんやったら言うてみたいな。下書きを言ってくれたみたいな。美味しいかしかなかったし。いや、すごいわ、でもこれ。あー、怖い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 。あ、いいね。あ、近見てこれ。MFC って書いてない。これすごいよ。マック。あ、マックか。マックかい。マックかい。ちょっと MFC 見えたわ。これあれでさ、TikTok で2日で300万再生いった時のペアルックのコーデの時のあれです。しかもちゃんとさっき見えた金のフェンダーの、これね、ちゃんとやってる。これコメント欄でなぜか途中から湧き出たんですから、もう彼氏ドラえもんで草みたいな。あ、わー、これもいいな。ほうれい線こんな濃いよ。かわいいね。すごい。ペアルックの時の動画の方が印象強いのかも。強いのか。しかもこれ、なんかこのままここにあってもおかしくない感じだよね。これ斉藤さんのメガネもだってちゃんと特徴捉えてる。確かに。おお、これは可愛い。これいいかも。ふわふわしてる感じが。ふわふわしてるわ。これなんか普通にありそうだもん。ありそう。ありそう。あ、タンクトップとサングラスだ。ちょっと待って待って。いやいっそここにやれば。あー、なるほど。ありそう。見てます。おい、これマックにすごい見てるね。これが一番見てる。ビビさん、近藤さん、ビビさん、どうも。これは誰、これはどなた。たくさんの募集。すごいクオリティ。でもどうだった、ありました。いや、結構印象に残ったのはありましたね。なんか一回選んでいったな。確かに。ステッカーやったらこれこういう感じだな。こういうところがこうどんどん、まあ、弱なっていく。でもこれはまあ仕方ないかな。これが多分これに近い。いろいろありますね、ステッカー。本当に種類ある。わらかの。ちょっと悩み疲れましたね。決まりました。時間過ぎちゃったけど。3つ。はい。もう3つ選んだんね。はい。選び切れなかったね。いや、本当に。じゃ無理だったね。一つには絞れない。マジで最後まで、いや、これもいいし、みたいな。いや、これもいいし、ってなってて。1枚目。はい。こちら。おっと。マック君、問題。これです。はい。ありがとうございます。マック君、完済。マック1人の欲しすぎたかな。欲しすぎた。快晴もいいよね。これちょっとなんだろう。俺さ、マジで思ったけど、実際この達成したことない。かわいい。いいよね。おめでとうございます。お願いします。いいですね。これこの方おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。続いて、押してください。おー、こちら。これでも俺らも見てて、可愛いと思いました。思いました。ハマってる感じがあって、うん、文字の感じがね、こうめちゃめちゃなんかこうポップな感じで、はい、丸っこい感じが可愛い。お気に入りです。サイズさん唯一顔出ししてるからね、これ。そうね。口だけ。想像でね。これです。2枚目は。ありがとうございます。はい。最後。はい。これです。いやー、これはすごい。さっきのやつで2枚でいいかってなってたんですよね、話の時には。はいはい、けど、いや、これどうしてもせっかくしたいなっていうことを言ったら、よしちゃえばいいんじゃないってなったから、これもステッカーにしちゃいます。これすごい、なんかステッカーの想像できるよね、このままとか。いいですね。3つとも全然もうジャンルが違ってて、それぞれね、いい感じに選んでいただいたんだね。いや、本当に季節の感じがね、違う。ね、そうそう、違うんですよ。決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。この3つ、はい、ステッカーにしたいと思います。みんなありがとう。本当に皆さんご応募いただいてありがとうございます。ありがとうございました。T シャツにしたいもん。いや、愛いっすよね。愛いっすね。8月26日そうですね、はい。MFC 土曜日ですね。8月26日の土曜日です。土曜日、MFC 原宿店、はい、
1日店長をさせていただきます。12時から8時までしっかりと働かせていただきます。夏休み最後にいいね。いいですね。いい思い出を皆さんと一緒に頑張ってね。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ね、朝は5時入りしてもらって、はい、掃除から始めさせていただきます。普段でも定員5時から。